大犬性換気扇、吸気ファン21型のフィルター交換方法をご紹介します。フィルターは劣化していくと風量低下や異常音発生の原因にもなりますので、1年を目安に交換用フィルターと交換してください。フィルター枠の取り外し方は換気扇のお手入れ動画をご覧ください。フィルター枠からフィルターを取り外します。傾けると簡単に外れます。傾けても外れない場合はフィルター枠の押さえ部分を軽く押して外してください。フィルター枠に新しいフィルターを取り付けます。フィルターは側面の矢印の表示に注意して濃い緑色の面が本体側になるように取り付けてください。フィルター枠上側の引っ掛け部を本体取り付け穴に合わせます。フィルター枠の取っ手部を本体下側引っ掛け部に固定してください。フィルター枠を本体ガイド部に沿って斜めに滑らせて挿入します。グリル角穴部を本体上部の引っ掛け部に引っ掛けます。グリルの下面が壁面に当たるまで下ろします。グリルの方向を間違えないように本体に取り付けて完了です。虫の侵入や外気漏れの原因になるのでフィルターは確実に取り付けてください。